よし、マル、フクを捕まえるんだ。よしよしよし、お前はそっちから回り込め。そして俺がフクを捕まえる。よし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 、えらいね、えらいね、フク、えらいね、えらいね、えらいね、フク、えらいね、フク、えー、マルもえらいね。よしよし、フクは本当に暑さに強いな。マルはすぐハーハー言っちゃうんだけど。はい、でもこれいつの映像かな、なんか携帯に入ってたからね、ちょっと編集してみたんだけど、今編集してる日にちはね、5月の21かな。もうそろそろ梅雨が始まりそうな雰囲気がバリバリしてます。今日も雨です。はい、私事でございますが、フレブル社長ね、口内炎ができてね、この口内炎がね、ただものじゃないサイズでございます。アルマゲドンでいうところの核ミサイルを地中に撃ち込んで破壊したぐらいの大きさのやつです。アルマゲドンってあの映画ね、あのドアナなんとかってやつ、うん、俺のこの歌唱力でね、分かった人はすごいと思う。あのブルースウィルスがさ、かっこよくあの最後あの娘の旦那さんを宇宙船に返してね、自分一人残った、そんな映画でございました。あんくらいのデカさの口内炎が口にできてね、1週間ね苦しみました。それでね、1週間経ってね、もう2000円ぐらいね、薬ビタミン剤とかね、いろいろ飲んでね、やっとね、なんとかね、少し飯が食えるようになってきた今日この頃です。はい、というね、あのただただつなぎのトークでございました。マルはね、今年で生後 6年か、丸6年になるんだけどね、6年目になってね、いきなりね、こう体力が落ちたのかどうなのか。本当半年ぐらい前まではね、散歩に連れて行けとかね、ガフガフして遊ぼうぜっていう感じでね、甘がみとかね、もう夜中ね、散歩行かない日なんかだと、もう寝てくれないぐらい元気があり余ってたんだけどね、ここ2、3ヶ月でね、ガクッとね、この運動量が落ちたというか、服が大きくなってくるのと同時にね、丸の運動量がね、落ちたような、そういう感じになっております。まあそれはそれでね、俺結構まったりするのも好きだからね、まったりして丸とのんびり過ごすのもありだし、ちょっとアクティブに動きたいときはね、ちょっと服にちょっかい出してね、アクティブに走り回ってもらうのも結構楽しい。いやーもうね、口内炎痛くてね、ナレーションすら入れる気しないというね、ひたすらな無言の動画を上げ続けたこの1週間でございましたが、見てくれてた方どうもありがとう。また見てね。ではでは。